ヒラノ仕様、新ママダンサーとの親密ツーショット、公開に賛否の声。2023年9月23日、元キングプリンスのヒラノ仕様が自身のインスタグラムを更新し、ダンサー RIEHATA とのツーショット写真を公開しました。この投稿は大きな注目を浴び、賛否両論の声がインターネット上で広がりました。ヒラノ仕様は、以前から多くのファンに支持されていましたが、 今回の投稿が彼のファン層に大きな波紋をもたらしました。この出来事について、詳しく掘り下げてみましょう。平野紫仕様のインスタグラムとファンの同様。平野紫仕様は、2023年7月にインスタグラムを開設して以来、わずかの期間でフォロワー数を急増させ、現在400万人を突破しています。しかし、この投稿が注目を浴びた理由は、それだけではありません。 彼が初めて女性とのツーショットをインスタグラムに公開したことが大きな話題となったのです。女性とのツーショットへの反応。平野仕様は、リビン、シングルフォーテーション、スペース、ウィズ、スペース、アットマーク、リエイタというメッセージと共に、リエイタとのツーショット写真を公開しました。彼らがお揃いのブランド服を着ていることは偶然の一致であったようです。しかし、この投稿に対するファンからは様々な反応がありました。 特に、女性とのツーショットに対して賛否両論の声が上がりました。ファンからの賛否の声。一部のファンからは、女性との写真を公開することに対する不安や同様の声が相次ぎました。コメント欄には、女と絡むのやめて。しかもペアルックって、女性とのツーショットはきついです。だいぶ病んでます。紫輝くんってこんなことするんだ。嬉しいのわかるけど。 しんどいので隠して欲しかったといったコメントが寄せられました。ファンの中には、平野紫耀が女性と親密に写真を公開することに戸惑いや不安を感じた人々がいたことがわかります。RIEHATA との関係への不安。さらに、RIEHATA が現在シングルマザーであることが明らかになり、その事実も一部のファンにとっては驚きでした。この情報が東をと結びつくことで、 ヒラの仕様と RIEHATA の関係についての不安視する声まで広がりました。ファンたちは、この新たな情報をどのように受け止めるべきかについて様々な意見を持っているようです。一部のファンの懸念。しかし、一方で RIEHATA とヒラの仕様との関係に期待を寄せるファンも存在します。RIEHATA は以前、キングプリンスの人気楽曲、アイチャイ版や、 月読みの振り付けを担当したダンサーとして知られており、彼女が平野紫仕様の新曲に関わる可能性に期待を寄せるファンもいます。しかし、今回の炎上により、一部のファンは RIEHATA との関係が損なわれることを心配しています。彼らは、今回の炎上で関わりがなくなったらどうしてくれるの一部のファンが荒れて、平野君くんの活動を狭めるようなことはしないでほしいといった懸念を表明しています。 まとめと今後の展望。平野仕様は多くのファンに支持され、彼のインスタグラムは多くの人々にとって注目の的となっています。一方で、今回の投稿によってファンの一部から賛否両論の声が上がり、平野仕様と RIEHATA との関係についての不安が広がりました。ファンたちは、彼らが今後どのように関係を進めていくのか。 そして今回の出来事が彼らの仕事にどのような影響を与えるのかについて注視しているようです。この出来事はアイドルや有名人とそのファンの関係について考える機会となりました。平野紫耀のインスタグラム投稿が彼のファン層とのコミュニケーションや信頼にどのように影響するかは今後の展開に注目が集まることでしょう。